はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、マチェでございます。太鼓リスネ5ですね、パート23をやっていきたいと思います。ですね、相変わらず俗に泣かされてますね。ちょっとな、もうちょっと辛いですね。あ、針7.1安いわ。もうね、公益品購入で針をね買いましょう。最大でね交渉はしませんと。でもこれそのまま岡崎ですね。あ、誰かいる。天野、天野安影。あ、微妙ですね。売却ね、針15巻800もいいですね。承諾で、ここの安いのは数が安い。いや、綿花も安いね。もう綿花でいきましょう。綿花、綿花9巻ね。あ、やっぱ岡崎と清須はいいですね。これは仕組まれてんじゃないですか。俗ですね、俗。もう俗なんとかしてやりたい。ああ、いいな、14巻倍で売れてますね、ほぼね。もういいですよ。もうね、今度また針購入でしょ。9巻ちょっと値上がったかな。ねえ、承諾しますよと。で、岡崎の町ね。座にて、売却ですね。はいはいはい、もう売りますよと。購入、綿花でいきますよと。最大ね、まだいきますね。もうなんかね、やり直すつもりないんですけどね、ちょっとセーブさせてくださいね。もうなんとかなんねえかな。座で、売却。あ、12巻約まだいけるね。はい、購入。針が10巻超えたか。あ、もう針の在庫がつきましたね。で、ここであと買えるもんでなんだ。あ、糊か、のり買っときましょう。のりをね、最大承諾。で、岡崎で、売却ですね。あ、のり微妙ですけど、針はいいですね。数少ないですけどね。でも、のり持っときましょう。よいしょ。で、あ、違うわ。まだここで綿花買えるんだ。綿花、あ、ちょっと値上がりましたけど。あ、11巻じゃ厳しいな。巣を買いましょうか。巣を買って。を5巻100で買って、巣を5巻100でしょ。で、これで巣を5巻100で、売却。おー、7巻100。いいですね。承諾。おー、増えた。お金が増えました。じゃあね、治安向上、岐阜城の治安を向上しましょう。さあ、やつが来んことを祈りますけど。ああ、やつ来んわ、よかった。20日必要です、いいですよと。説法してみましょうかね。ああ、これか。いや、いいですよ。2でしょう。14 5 6
わし7。また負けたんか。なんでなんで相手が先やったような気がするんですけどね。なんで最後俺になったのかな。まあいっか。うわ3点使ってか。まあ仕方ないですね。とても褒められる成果だな。これはもう金に物言わせた方がいいかな。ためる途中毛利君とこんな噂を聞きましたよと。3本の矢の話かい。これ3本の矢の話ですね。昔これドリフターズのねギャグでね、一本も折れなかったっていうようなネタがあったような気がしたんですけどね。一本でも折ることができないみたいなね。はい、これはなんか有名なね話ですよね。さてさて、表情まで時間がありますので今度はちょっと開墾をですね、開墾建築も少ないな。霊峰がまだ霊峰茶道か。茶道ね、これ本当に族なんとかできないかな。茶道指示何を使用しても構いませんと。10日、なんとか間に合うね。またミニゲー、ミニゲーもあったなこれ。なんかねこれね、そう並びを再現するんですね。いいですよ。こういうの結構ね私得意なんですよね。先に言ってもいいのかな。茶黒青ね、茶黒青でしょね。緑白黄とですね。青緑黒ね。緑黒白ね。キキキと、はい、まあね序盤ですからね。はい、愛妻家の修行できましたと。おお、野立て野外で茶の湯を楽しむ茶席の景色の一つ、商人足の座を争う才の町果てで、有効とね。じゃあね、でも残り9日や。早く帰らな。ノブリに怒るわ。ノブリに怒られる。てか、ノブリに報告したっけ？したよね。で、まず自宅に帰りも、さっきノブリに報告、ノブリに報告行こう。したかな。何の用だか。失礼になっちゃうな。ヘルプなんか出しちゃった。茶席。どうせまたなんか、ノーブリンほんまちょっといい加減にしてほしいな。誰か来たかなと。茶を振る舞う茶席。断っちゃった。断っちゃったよ。悪いことしちゃったなぁ。で、とりあえずね、茶会開きましょうかって。これ茶会開くとね、蜂巣が2個壺、さらに悪い、普通やったらね。あいつ、俺の茶会は茶を受けずに自分からは呼ぶのかよってなるんでしょうけどね、本来やったらね。ごめんしてということでね、出勤、金庫に入金しておきましょう。ちょっと自分の持ち金は1000貫ぐらいでいいでしょう。決定ちょっと預けときましょうね。休養をね、体力回復まで。
間に合わないかな。あ、間に合わなかったですね。でもまあいいでしょう。論外。あららららら、論外か。光秀が10日から会わせてきましたね。お、お、合戦か。はい、確認。てか何もできませんもんね。すごいな。安倍すごいですね。明智光秀もすごいですね。かーで、こう、まあ、この3は地方はないのか。あー、まあそういう意味じゃね、藤吉郎もすごいっちゃすごいんですけどね。はい、長島。おー、何もできないんでね。いや、いいですよと。停戦と続行。まあ、選挙的にはあんま序盤は良くないですけどね。ただ兵力差はかなり、ほぼ 2.7 倍ですね。これはね、特技でね、門隊弓道、あ、もうこれ爆弾ですね。爆破がいいでしょ。あ、雨のため爆破できないの。力づくでもう攻撃し、ね、激励、うん、自軍団、軍団長、あ、私は軍団長じゃないのね。士気を下げ、味方の士気を上昇させる軍資金300貫必要。いや、もうこれでいきましょう。よいしょ。まあまあぼちぼちですね。いまいちね、このね、まあ門、まあ、兵力差が大きくて、門をね破っていけばいずれ勝てそうな感じなんですけど、おお、そんなに減りましたね。門がね、今大手門でしょ。二の丸、本丸までか。あ、爆破まだ使えるか。あ、そっか、私は5回使えるんですね、これね。うん、もうあと3回しか使えないんで。これ使いどころなんですよね。門を破っ、いくら弱くても門を破った人とかがね、勲功が上がるんで。前回それでね、痛い思いしたんでね、ちょっとここはね、強襲ぐらいで。てか舞台数が多いんでね。あ、とうとう3倍まで行きましたね。まあでもどうなんでしょうね。三国志とかをやる限りでは、あの合戦とか戦争のね、手柄ってあまりね、大きくないんですよね。あ、これいいかもしれない。これはいけるでしょう、火攻めで。よっしゃー、来ましたね。もうとりあえず1回野戦。はい、お、野戦に入る。戦ですね。これ私なんで、これ敵多分見え、あ、ここは見えてんのか。本番じゃない。これは多分ですね、どうなんでしょう。
人だけ突き抜けていくのもどうかなと思います。設置しておきましょう柵はね。あ、味方バンバン来た、本体来たわ。あ、どういうこと。敵の援軍を叩くんですよね。あ、こっちか。え、あ、こっちか。おお、これ自分で自分の道を塞いじゃったのかな。そういう扱いになりそうな気がする。敵逃げてますよね。ねえ、何しに来たんだ。はい、戦闘続行しますよ。本丸ですね。さあここはね、射撃してみましょうか。微妙ですね。ワギの使者、おー、何をしに参られたのかなと。あー、お、城を明け渡しましょうと。将兵の命だけは助けてもらえませんかと。お、あ、なるほど。へえ、和議なんかあるんや。前あったかな。あれ、戦力差は歴然ですね。これは本物落ちるな。これまたダメだな。わ、軍団長壊滅？誰？あー、反米か。お、作詞っていうのがつきましたね。あららららら、作詞を獲得。城下で騒動安定度か。まあ民忠誠度みたいなもんでしょうね。次の日まで自由に過ごすがよい。用心棒あと1日、標準49日。体力、ちょっと体力上げましょうか。話しまして、茶会開きましょうか。八菅には申し訳ないことしましたね。ああ、用心棒どっか行っちゃいましたね。ちょっと申し訳ないんでね、八菅んちでも行きましょうか。ああ、八菅はちょっと怒ってますかね。あ、技能指示、お、足軽弓術。あ、いや、いいよいいよ。10日。ああ、また鉄砲の弓番か。あ、ただあれなんですね。これでこんな感じかな。ピョン。あ、しまった。しまった。あららららら。もうちょっと上か。これは笑われる。あーあー、なんとか。あー、もう今一つかい。ああ、休日がやっと1か。ヒアを獲得しました。高み目指してくだされと。ああ、八塚と茶飲みたかったんですけどね、もうすでに飲んでたということですね。半兵衛に教えてもらおうかな。半兵衛なんか教えてくださいよと。わ、いっぱいあるもんね。軍学、あ、軍学、軍学いいかもしんない。あ、軍学は2つの、
うん、何でもいいでしょう。建築、あ、鉱山もないんですよね。15日。あ、ちょっとね、時間来ちゃいましたね。てか、だいぶ超えました。太鼓立志伝5のですね、パート23、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。